はい、どうもおはようございます。1月12日朝6時の相場解説になります。今日足を見ていただいてるんですけども、日足の大きな動きっていうのはこのチャンネルラインですね。で、下への押し下げ圧力があるということでございます。下への押し下げ圧力ね、あれなんだろう、こうですね、こんな感じです。これは現状認識でございます。で、3つのプライスがここに表示されてますけども、もうここを上回ることはないんじゃないかなと思いますね。ここですよね。だから徐々にここからは下に向かっていくだろうなっていうところですね。短期的にはだから横ばいとか上とかあるんですけどもね。じゃあその短期的な4時間とかを見ていきますけども、4時間では上からぐーっと押し迫ってきたこのダブルトップがあったんですけども、このダブルトップがね、そこまで機能してないんですよね。通常でしたらダブルトップで大きく下に行くんですけども、今回はここで横ばいに入っちゃったんで、黄色いところでレンジを書いております。で、昨日はレンジオプションに入ったわけなんですけども、下への押し下げ圧力が週足、それから月足、日足、4時間とある中で1時間は右肩上がりのトレンドを書いてるかなっていうところですよね。ただしですよ、これっていうのはこのレンジ内でのことなんで、レンジを出てどういうふうに暴れていくかっていうことはまだ分かんないんですよ。で、昨日の時点ではレンジ内オプションを組みましたんで、その中で、こちらの方に来たらセールをかける方、ここに来たらバイをかける方、さまざまだったと思います。もうちょっと前はね、この範囲でレンジ内オプションを組んでいたんで、さらに利益を取りやすかったんではなかろうかっていうところですね。ここでエントリーして、ここでエグジットが綺麗にできたわけですからね。はい。で、その中で私の場合は細かく見すぎて損をねしてしまった、得をし損ねちゃったわけなんですよ。まあ、利益にはなりましたけども、利幅がちょっとね、ちっちゃくなっちゃったってことを、失敗例とともに皆さんには学ぶところだなと思ったんで、お話してみました。大体ね、1時間で取引する場合、やっぱりね、細かく見すぎると、目先の動きに、やっぱ反応してしまうんで、だから、3、4時間に1回見に来るペースの方がいいと思いますよ。で、そうすると、1日に3回とかね、多くても4回見に来れば終わりでしょ。まあ、4回にはなんないですね。でもね、3回で十分だと思いますよ。3回見に来れば、大体デイトレードってのはできるんじゃないですか、1時間で。で、私の場合、このレンジオプションで、私の場合ですよ、ブレイクアウトの方を狙って、バイをかける方向に行ったんですけども、残念ながら、このバイは失敗でしたね。結局、レンジの中に戻っていってしまったんですよ。で、今日ね、どんなところを見ていくかっていう、もう一度同じことになりますけども、このレンジ内オプションをぐーっとね、横に広げていきますよ。黄色をね。こういう風にします。その中でレンジ内オプション、この中で売買を繰り返していくってパターンと、昨日私が失敗したブレイクアウトを狙っていくっていうことがあります。ここはもう皆さんのお気持ち一つです。ヒントを言うとしたら、ブレイクアウトを狙うんだったら、今度はね、ここですよ。このヒゲ先を越えてからのエントリーにした方がいいと思います。ここね、いくらですか、価格にして132円の850あたりじゃないですか。書いておきましょうかね。一応ね、レンジ内オプションがあってブレイクアウト狙う場合でも、レンジから飛び出したらすぐにエントリーするわけではないんですよ。ちょっと余裕を持って伸びたのを確認してエントリーですからね。もしね、もしブレイクアウトを狙うとしたら、買いの方でですね、132円の850をクリアしてからにした方がいいと思います。あとは、この矢印2つありますけど、レンジ内オプション、バイとセルを繰り返していいんじゃないですか。ちょうど、こういう風に下に来て、上に伸びてきたところなんで、下の方に行くんじゃないですか、これは。だから、セルでエントリーするならもう今ですよ。で、お昼にそれを確認して、一旦利確して追撃するのか、それとも、まあもう一回別の考え方にするのかを決断すればいいと思います。で、夕方にはもう全決済して枕を高くして寝るっていうパターンですね。はい、じゃあ本日はこんな感じです。また追加放送を楽しみにお待ちください。それでは。